はい、どうもこんにちは。はい、このチャンネルは兵道哲理の一人遊びのチャンネルの芸人の兵道哲理です。よろしくお願いします。はい、このチャンネルは高校野球の地方大会や甲子園の結果や予想をしていくチャンネルとなります。高校野球が大好きな方、野球が大好きな方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。さあ、毎回冒頭お知らせしております、7月14日オリックス対ソフトバンク戦の副音声の仕事をすることになりました。一緒にね、金村義明さんと、副音声の仕事しますので、もし聞きたいなという方は、概要欄とコメントのところに URL を貼り付けていますので、よかったら皆さん7月14日聞きに来てください。お願いします。さあ、ということで今日もですね、47都道府県49代表校のうち最低30校を当てるという、企画をやっております。本日やる都道府県は滋賀県となります。はい、ということで早速ね、このチャンネルをね、春の高校野球の甲子園から見てる方はわかると思いますが、私近江高校大好き芸人なんでね、今回も、滋賀県の、情報をですね、熱くお伝えしたいなと思います。まずはですね、去年の秋の結果から見てみましょう。去年の秋の結果はですね、決勝戦が八幡商業対滋賀学園で4対0で八幡商業が優勝しております。そして3位決定戦が、立命館森山高校対近江高校で9対2で近江高校が勝利しております。この去年の秋の大会は近江高校の山田くんがピッチャーとしては1試合も投げずの試合でした。そして今年の春の大会、こちらも、見てみましょう。決勝戦が近江高校対立命館森山高校で5対1で近江高校が優勝。そして3位決定戦は彦根総合高校対綾波高校で7対0で綾波高校が3位となっております。さあ、もうね、滋賀県についてはもう何も言わなくてもいいかなと思うんですが、やっぱり注目は近江高校、山田くんがどこまで頑張れるかというところですかね。他の注目校で言いますと、やはり、滋賀学園、それから立命館森山、それから八幡商業、それから綾波高校、この辺ですかね。やっぱり滋賀県の近江高校に関してはやっぱり山田くん以外のピッチャーがすごい成長してきている。特に左の星野くんがすごいいい状態になってきているので、その辺はすごい、僕は見ていてちょっと春の選抜よりかは、まだ安心できるかなっていうのが、強く熱い思いがあります。近江高校と同じブロックにいるのが、まあ、滋賀学園がベスト8で当たりますね。で、ベスト4で当たる可能性があるとしたら、彦根総合、それから比叡山、まあ、北大津、この辺ですかね。決勝戦で当たる可能性があるとすると、立命館森山高校、それから綾波高校、この辺ですかね。それから八幡商業もいますね。さあ、どこのチームが打倒近江で近江高校を倒すのか、非常に楽しみです。二重丸が大本命、丸が強豪校、三角がダークホース的存在ということで、私の滋賀県の優勝予想はこのようになりました。はい、二重丸が近江高校、丸強豪校が滋賀学園、三角が彦根総合高校となりました。ということで、私のまず三角のダークホース的存在の彦根総合高校なんですが、結構ね、3年生が少ないんですよ。2年生、下級生が非常に多いチームなので、結構やっぱり、僕も2年生の時夏の大会出たことあるんですけど、やっぱりこの最後の夏じゃないので、より一層思い切ったプレーができるんですよね。で、プラスやっぱり3年生のために頑張ろうっていう、この、また3年生の負けたら終わりだっていうモチベーションとは違うので、実力的にも十分なんで、この彦根総合っていうのは、ちょっと怖い存在かなと思って僕は三角にしました。そして、丸の強豪校は、滋賀学園高校ですね。滋賀学園は、もともと実力はね、ずっとありまして、決勝戦がよくね、近江高校対滋賀学園っていうのはよくありました。今大会は、順当に行けば近江高校と滋賀学園がベスト8で当たる可能性が高いということで、非常にここがね、近江高校の鬼門となる、タイミングの試合かなと。ここで滋賀学園に近江高校がいい内容で勝てれば、順当に上がっていくような気がするので、強豪校を、滋賀学園にしました。そして、近江高校、私の注目選手、もうわかりますよね。はい、この選手です。はい、山田投手でございます。もう僕のチャンネルではもう嫌なほど紹介しましたね。嫌って嫌じゃないんですけどね。はい。身長が174センチ、体重75キロ、右投げ右打ちのマックス149キロ、スライダー、カーブ、カット、チェンジ、スプリットを投げるピッチャーです。
まあ、山田投手はね、ピッチングもいい、ましてやバッティングもいいということでね、素晴らしい、潜在能力の持ち主ですね。やっぱり何がいいって、やっぱり投げっぷりが気持ちいいので、やっぱり近江高校レベルになると、僕は正直ですよ。やっぱ甲子園のことまで考えてほしいので、あまり予選で山田くんを使ってほしくないんですよね。将来的な意味も考えて、なるべく山田くんが決勝とかベスト8とかを投げるぐらいで、勝てるレベルにしてほしいなっていうのもあります。やっぱり、近江高校は甲子園に行ってからどこまで勝てるかっていうレベルになると思う。もちろんね、滋賀県それ以外の高校もありますから、近江高校が絶対ってわけではないんですが、近江高校が甲子園に行って活躍するには、この予選の戦いでいかに山田くんをなるべく使わずに行けるか、ここが鍵を握るかなと思います。そして山田くんが大事な試合をどこで投げさせるか。決勝戦なのか、準決勝なのか、準々決勝なのか、その辺は、監督さんのタイミングかなと思いますので、そこを注目して見ていきたいなと思います。はい、ということで滋賀県の動画はここまでとなります。この動画が面白いなと思ってくれた方は、チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。最後まで見ていただき、ありがとうございました。それでは。